こんにちは。ご視聴ありがとうございます。ドラム講師ののぞみです。よろしくお願いします。と僕は普段、初心者向けのレッスン動画をよく配信してるんですけども、今日から並行して中級者上級者向けレッスン、まあ、レッスンっていうよりフレーズ紹介に近くなると思うんですけど、このドラムのもうノリが分かってる方向けへの紹介として、今日は、スネアに焦点を当てたフレーズを1個紹介したいと思います。はい、今日ご紹介するフレーズなんですけど、まず手順からいきます。右、左、左、右、右、左。もう一回言うと、右、左、左、右、右、左。はい、こちらをまずスネアでやってみます。もう一回やります。はい、で今全部同じ音量で叩いてるんですけど、頭とケツ一発目と六発目を、まあ、普通で叩いて、残りの真ん中の2345は結構ゴーストノートを叩くようなノリで小さく叩いちゃって大丈夫です。やってみますと、もう一回、はい、先ほどの手順が慣れてきたら、今度は連発してみてください。右、左、左、右、右、左、右、左、左、右、右、左、右、左、左、右、右、左。やってみますと、はい、このフレーズなんですけど、スネアだけではなく、これハイハットにも結構使えるんですよ。右左左、右右左で、スネアの時は真ん中の4発を弱くて言ったんですけど、ハイハットの時はそんな気にする必要ないです。普通にフルで緩急とかそんなつけずに、はい、はい、今日やった、右左左、右右左、こちらを覚えるとだいたい BPM120 から145ぐらいですかね、まあ、中速ぐらいでかなり重宝すると思います。まあスネアのやっぱザーっていう音が聞こえてきたり、あとはいきなり細かいハイハットが聞こえてきたりで、
結構腕っぷしのあるテクイドラマだと思わせられることができるフレーズの一個だと思うんで、こちらぜひ活用してみてください。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。また。